公園にお越しの皆さん、おはようございます。ちょっと声の方が元気がないようでございますけども、もう一度おはようございます。今日は、RSK のテレビ祭りにようこそお越しいただきました。ちょっとアンケートを取ってみます。岡山市内からお越しいただいた方、拍手をお願いいたします。多いですね。ありがとうございます。倉敷からいらっしゃった方、多いですね。なんか2回拍手してませんか。違います。盛り上げていない。ありがとうございます。そして何より、このテレビ祭り、本日楽しみになさってる方、拍手をお願いいたします。ありがとうございます。今日はですね、このステージで夕方4時までさまざまなイベントが行われます。その時ですね、いろいろと踊ったり歌ったりしてくれますけども、その際に今のようなね、拍手をよろしくお願いします。できるという方、もう一度拍手をお願いいたします。バッチリでございますね。ありがとうございます。ということで、朝10時から大きな声を張り上げておりますのは、私 RSK 山陽放送の国西健一郎です。よろしくお願いいたします。奥富涼子です。よろしくお願いします。ここで、とめちゃんの方からですね、皆様に大切なお知らせがあるということで、どうぞ。大切なお知らせというか、このイベントのご紹介をさせていただこうと思いまして、お願いいたします。このイベントは地域との触れ合い、つながりをテーマに、岡山市中心部ですよね、こちら、石山公園を利用して地域活性化イベントとして開催させていただきます。そして普段からお世話になっていますエリアの皆様に感謝の気持ちを込めて、このイベントを企画いたしました。ここでございます。ということで、今日は地元の方をはじめね、この場所はもう後楽園も岡山城もすぐ近くでありますので、県外からお越しのお客様にも楽しんでいただけるよう、イベント盛りだくさんでお送りいたしますので、どうぞゆっくりお楽しみいただきたいと思います。お願いいたします。それから、昨年の西日本豪雨で被災された方を支援するためにチャリティー募金を会場で受け付けております。被災地がね、少しでも早く元気に復興できるよう、皆様どうぞそちらもご協力よろしくお願いいたします。さあ、それではですね、我々ももう少し皆さんとね、ここで触れ合いたいんですけども、まだまだ夕方4時までございますので、いろいろとあのコーナーがあります。そして、アナウンサーは我々2人だけじゃございません。本日ですね、ほぼね、まあ、いろいろあの業務があったり、ありますので、お仕事がありましてですね、なかなかここに、全員はですね、登場することはできませんけども、ほぼもう9割9分来てます、9輪9も、うちのですね、アナウンサー、そして、出演していただいているパーソナリティの方、ほぼこちらにですね、あの集まってきて、くれておりますので、ではここでそのアナウンサーパーソナリティをね、このステージの上に、呼びつけるって言っちゃいけませんですね。登場、はい、呼びつけちゃいけません、はい、登場していただきましょう。お願いいたします。どうぞ。なかなか軽快な走りを見せてくれたのが、意外と年配だったというちょっとびっくりいたしましたですけどもね、今ね、なかなか見ることがないですね、高畑の走る姿ね、なかなか走りませんからね。ということで、はい、並んでください、まあ、こんなにいるんですよ、本当たくさんね、アナウンサー、登場してくれました。そしてパーソナリティの方もね、今日は集まってくれております。ということで、これからですね、皆様に自己紹介させていただきます。担当番組とともにということでね、もちろん写真も OK でございますんでね、バンバン撮っていただいて大丈夫でございます。では、まずはですね、私も担当しております、夕方月曜日から金曜日まで、岡山香川を中心に、生活情報をね、ライブでお届けしてます。この4月からまた5時台に戻ってまいりました。 RSK の5時丸からですね、担当アナウンサー、どうぞ前に、はい、拍手でお願いいたします。はい、ということでね、やはりあのもうあの春らしいと言いますかね、そうですね、パープルだったりね、スミレ色ね、夏だけどね。あ、そうか、初夏ですよ。あ、春です。初夏です。初夏でございますね。では、あの一人ずつですね、自己紹介と担当曜日などなどですね、意気込みを含めて20秒以内でお願いいたします。どうぞ。厳しい。はい、森口さん。はい。もう入ってるんですかね。あ、入ってました。皆さん、おはようございます。おはようございます。 RSK なんと15年目になりました。森口香織です。いろんな番組、すいません、それ言うとあのみんな言わなきゃいけないじゃないか。そうだよ。あ、まあ、特にまあこの人よく言いますけどね、15年目とかね、最近隠してたんですけど、最近隠していた、ちょっと節目だから言おうかな。あ、節目だから。15周年、あなたが入って15周年でございます。あ、そうです。じゃあちょっと一応拍手お願いいたします。何の拍手なんですか、一体。あの祝っていただきたいみたいな、祝われたい。あの
しばらくイブニングニュースやラジオなど担当してたんですけども、久しぶりに夕方の情報番組に戻ってきました。5時丸金曜日を担当しています。もう楽しい情報満載でお届けしていますので、ぜひ月曜日から木曜日ももちろんですけど、金曜日もご覧いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、続いて千上さんですね。はい、皆さんおはようございます。ごじまる金曜日担当の千上彩香です。私は金曜日森口さんと、あと篠宮さん、そして古舞ちゃんと一緒に4人で楽しくお伝えしています。皆さんに見たい、行きたいと思ってもらえるように一生懸命お伝えしていくので、金曜日もよろしくお願いいたします。はい、最初の2人が金曜日担当だということで ね、やたら金曜日金曜日ということで、同じ番組でございますけども、じゃあ、月曜日から木曜日までもっと盛り上げていきましょう。さあ、続いて、武田、はい、皆さんおはようございます。ごじまる水曜日と木曜日を担当しています。入社2年目の武田彩香です。水曜日は香川のオリーブスタジオからということで、香川の美味しい麺類を作る料理人を紹介する仲良しメンバー教えてくださいというコーナーを担当しています。はい、香川からのごじまるもぜひご覧ください。今日は楽しんでいってください。よろしくお願いします。はい、水曜日木曜日担当の武田です。そうすると最後はね、月曜日火曜日担当の2人ということになります。あ、火曜日担当してるね。はい、じゃあお願いします。田中。はい、入社2年目になりました田中大輝です。今ごじまるの主に木曜日を担当しています。これからエリアの魅力であったり、あとは岡山マラソンの魅力もたくさんお伝えしていけるように頑張っていきたいと思います。これからもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。一応岡山マラソンね、挑戦するということは宣言しておりますのでね、はい、応援よろしくお願いいたしま す。じゃあ最後杉沢です。はい、皆さんおはようございます。月曜日と火曜日を担当しています杉沢真由です。私も4月からで本当慣れないばかりなんですが、火曜日は、ご自分といいまして、その日に取材行ったことをその日に紹介するというコーナーを担当させてもらっています。現地で皆さんと出会って、そこでこういろんなことを話して、いろんなことを聞くのが本当に楽しいです。ぜひごじまる月曜日から金曜日まで週の初めにぜひ見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということでその他にもね、坂本くんだったり、まあ、相田さんだったり、 もちろんあのね、単発ではですね、振る舞いナンバーね、はい、手伝ってもらってます。さまざまな方出ていただいてます、このごじまるでございますけどもね、明日ももちろんね、夕方5時から放送いたしますんで、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。さあ、続いては RSK イブニングニュースです。はい、じゃあ担当しているアナウンサー前の方にお願いいたします。はい、では竹内さんからお願いします。はい、皆さんおはようございます。 RSK イブニングニュースを月曜日から木曜日まで担当しています竹内大輝です。地域の事件事故から季節の話題、そしてスポーツまで、岡山香川の話題を35分にギュッと濃縮してお届けしておりますので、ぜひご覧ください。竹内アナウンサーと同じく月曜日から木曜日を担当しています、岡田美奈子と申します。岡山香川の今を分かりやすく伝えられるよう35分間頑張っていますので、ぜひ皆さんご覧ください。今日よろしくお願いします。はい、岡田でした。さあ、そして金曜日のイブニングニュースを担当しています広瀬玲奈です。私は武田博史アナウンサーと一緒に金曜日を担当しています。岡山県香川県の取材先の皆さんの思いをしっかりと伝えられるように一生懸命頑張っています。金曜日は経済ニュースなどもありますので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。はい、イブニングニュース月曜日から土曜日まで夕方放送しておりますので、どうぞご覧ください。はい、ありがとうございます。はい、お願いいたします。ありがとうございました。さあ、続きましてイブニングニュースの後の番組といえばこちら、えみちゃん天気予報ということでね、高畑アナウンサー、そしてね、古舞さん、南波ちゃん、よろしくお願いします。はい、大きな拍手。皆さんおはようございます。いいですね、この降りそうで降らないっていうね、いかにももう梅雨空。皆さん今日傘持って来られてる方いらっしゃいますか？ああ。さすが、私も実は折りたたみ傘をこっそりとやめて、本当に持っているんですが、まあ今日はね、今日は出番ないと思います。終わって夜ぐらいにもしかしたら出番があるかもしれないんですけれどもね、すいません、私気象予報士の高畑誠です。月曜日から金曜日まで午後6時50分からずっと10分間ですけども、岡山香川の天気予報どこよりも詳しくお伝えしようと意気込んでおります。
よろしくお願いします。そして、はい、すいません、月曜日から水曜日を担当しております古間ゆさよと申します。元気いっぱいに2年目になりましたけれども、どんどん頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。そして木曜日と金曜日を担当しています南波さやです。今日は岡山、香川、地元の美味しいグルメがたくさん並んでますので楽しみです。よろしくお願いします。はい、えみちゃん天気予報もね、はい、毎日お天気をお伝えしておりますので、どうぞご覧ください、はい。そして代わっては水曜夜7時からといえばボイスラブの2人です。皆さんおはようございます。宮武翔子です。この中でボイスラブ見たことあるという方手を挙げてみてください。おお、すごいですね。アリーナ席まで、うわ嬉しいな。ありがとうございます。2015年10月から始まりましたボイスラブ、ここまでですね、はい、94回の、そうなんです、ありがたいことに、はい、ということで間もなく100回ということでね、千代ちゃん、はい、気合入ってますよね。そうですね、あの宮田君気合が入りすぎてませんか。おお、それはもちろんだってこれだけの方も、ね、素晴らしいツッコミでした、ね、はい、ちょっと空回りしかかってましたね、はい、よかったね、ちなみにだいぶ慣れてきましたね。ナイスコンビということで ねさせてもらっていますけども、はい、やっぱりグルメを通して地域の元気が伝わってくるような、そんなあったかい番組にしていきたいと思っておりますので、はい、これからもどうぞ皆さんよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします。はい、そして宮武さんはもう一つ番組ですよね。はい、はい、日曜朝6時15分今日もありました番組といえばサンデースマイルゴルフです。ここはまだねちょっとコンビ組んで浅いんですよ。そうですね、ちょっと苦手からなもんでちょっとね、というわけでですね、今日スマイルゴルフ見てくれたという方ありがとうございます。はい、岡山香川のねゴルフ場でですね、しっかりとそのゴルフのレッスンであったりとか、はい、そしてマッチプレーなど中心にお届けしていますが、このテレビ祭りにスペシャルゲストをお越しくださってます。どうぞ。サンデースマイルゴルフにレギュラー出演しております沢井ひとみプロが兵庫県から駆けつけてくれました。ひとみプロ、今日はゴルフウェアで登場ということで、そうです、はい、皆さんに今日どんなことをレッスンしてくださるんでしょうか。はい、パッティングコーナーで、パターンのレッスンを、はい、皆さん悩みあると思うのでぜひ来てください。ゴルフに興味のある方ぜひパッティングレッスンひとみプロにつけてもらいたいという方ぜひですね、その、ゴルフブースがありますので、そこですよ、こっちか。でもそこにあるか、目の前、ここだった、ね、ここにありますのでぜひぜひよろしくお願いします。パッと初めてのね、お子さんとかでも別に沢井さん、はい、全然大丈夫です、ね、大丈夫、はい、これであの、ね、これ楽しさを、そうそう、はい、楽しんでください。ぜひお子さんがより上手になりますので、はい、皆さん、はい、ぜひ参加してみてください、はい、ありがとうございます。はい、沢井さんありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。今日一日この後よろしくお願いします、はい、サンデースマイルゴルフに続いては日曜日はバケ釣り、はい、フィッシュパレードです。さあ行きましょう。はい、はい、坂本君、皆さんおはようございます。坂本大輔です。魚が釣れたらせーのポワッソン。 ありがとうございます。何人かね言ってくださってね、もうおかげさまで日曜日朝6時半から4年目ということで、6月30日はなんと150回を迎えます。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そして今日は福井環奈ちゃんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうね、釣りがあると一緒にいろんな釣りするわけですけども、環奈ちゃんどうですか釣りは。釣り楽しいです。楽しいですよね。いろんなこんな大きい魚がこんな大きいね、はい、魚釣れますけども、でも4年目になったら結構、うん、コツがつかめてきて、はい、なんかちょっと釣りガールっぽくなってきたかなって思います。まあね、岡山香川の瀬戸内海どんな魚がいるかっていうのをね、皆さんにお伝えするとともに、はい、釣りはこんなに楽しいんだっていうね、はい、魅力をお伝えできたらいいなと思いながら頑張っております、はい、で今日はですね、はい、はい、あちら環奈ちゃん何ですか。はい、あちらにお手軽釣り体験ができるコーナーがありますので、はい、皆さんぜひ遊びに来てください。環奈ちゃんも僕もいます。何が釣れるんですか。あのね、タイとか本当にほんまかいな。いや、あの作り物の。あ、そういうこと。なんか商品があるみたい。まあ、皆さんにちょっとプレゼントもね、はい、ご用意してますのでね。じゃあ子供たちもね。そうね、子供さんも大丈夫、ね。小さいお子さんも遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして続いては湯たんぽです。皆さんおはようございます。おはようございます。今年で19年目を迎えました深夜の超ウルトラスーパー情報番組湯たんぽでございます。見たことあるという方その場で逆立ちお願いします。できません。いない。大
大丈夫なんでしょうか。私相田翔吾とですね、令和元年にふさわしい広瀬令和とお送りいたしております。いやいやいや、広瀬令和です。改名してないです、やめてください。ということで、あと2年でなんか地方の深夜番組ではなんか全国新記録ということなので、社長様、あと2年は湯たんぽやらせてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつも相田さんと深夜の番組なんですけども、午前中に朝9時から収録してまして、朝9時からいつもこんなテンションです。まあ朝から結構ね飛ばしてますけども、ひろさん一応生放送という手で言ってるんで、あんまり言わない。そっかそっか、ごめんなさい。ああ内緒だった。生放送かもしれません。はい、よろしくお願いします。今日ネクタイ身につけてます。サインが入ってますけど、このサインの正体すごくある大物の方です。1時30分からの生放送で発表します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。1時から1時から1時から、1時からの生放送でお送りしたいと思います。誰でしょうか。テレビの生放送が、ね、1時からございます。午後1時からありますので、はい、はい、お二人でした。さあ、以上ね、テレビの番組のですね、担当アナウンサーパーソナリティの方と番組をね皆さんに紹介させていただきました。ここでですね、今年の4月に、入社したばかり、今ねもうすでにラジオのニュース、それからテレビの定時ニュースではね、ちょいちょい皆さんの前でですね、頑張ってニュースを読ませてもらってますけども、新人アナウンサー3人をここで紹介いたします。じゃあ大きな拍手を迎えてください。はい、どうぞ。はい、では、伊藤からいきましょうか。はい、自己紹介。皆さん、はじめまして、おはようございます。山陽放送新人アナウンサーの伊藤雅宏と申します。学生時代は人力車を引くアルバイトをしていました。今度は岡山県、香川県を案内できるようなアナウンサーを目指していきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、伊藤雅宏、はい、伊藤雅宏でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、続いて女性、矢野さん。おはようございます。新人アナウンサーの矢野七重です。すいません、自分の名前もちゃんと言えずに。いいよいいよ。はい、4月に入社して今すごく緊張しています。趣味が海釣りで、先月も真っ赤なマダイを釣り上げました。これからテレビをつけてくださった皆さんが私たちを見て少しでも元気になってもらえるような、そんなアナウンサーになりたいです。よろしくお願いいたします。はい、ね、どうか大西洋のような心で、大きな心で見守っていただければ幸い。太平洋なんじゃないですか。大西洋は普通って、そんな例えに普通ありますかね。いや、まあ、いいでしょ。まあ、つまり大きな心で見守っていただければと思います。いますさあ、はい、そして酒井。はい、皆さん、はじめまして、こんにちは。おはようございます。山陽放送新人アナウンサーの酒井亮太です。私は18年間野球を続けてきました。岡山、香川の皆様にホットで旬な話題を届けられるようなアナウンサーになりたいと思います。皆様どうぞよろしくお願いいたします。はい、酒井亮太、はい、ね、酒井亮太でございますんでね、この3人これからですね、どんどん皆様の前にもね、登場する機会多くなると思いますんで、どうか、我々と共にですね、応援の方よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。そして、RSK のね、お祭りといえば、この方を忘れちゃいけませんね。子供さんたち、ぜひこの後振り合ってください。RSK でーす。はい、RSK も来てくれております。はい、はい、RSK ね、RSK、RSK ポーズ、RSK ポーズいきましょうか。せーの、アレスケ、アレスケだ、アレで、アレで、はい、ということで、さあ今日の意気込みをですね、ポーズで示してください。お願いします。よっしゃ、頑張るぞ、頑張るで、みんな遊びに来てねーということでございますね。アレスケのテレビのブースの前でね、アレスケも一緒にですね、記念撮影したり、皆さんと触れ合うことになってますんで、今日一日よろしくお願いします。はい、アレスケでした。アレスケ、ありがとう、ありがとう。アレスケ頑張ってね。はい、はい、頑張ってね。それではここで RSK 山陽放送代表取締役社長桑田茂から皆様にご挨拶をさせていただきます。おはようございます。 RSK の桑田でございます。あ、おはようございます。まあテレビ祭り、初めての開催でございます。さっきね、朝早くから来られた方もいるんで、人数を感動してたんですが、もう今3万人ぐらいいらっしゃるんです。300人ぐらいですね。ということで、挨拶いろいろ考えたんですが、これだけもう
アナウンサー職を言ってくれたらもう私言うことないので、とにかく一日、楽しんでいただければなと思っております。でサンデースマイルゴルフ、バグズリーフィッシュパレードあります。皆さん実は RSK 山陽放送所属の渋野日向子プロ優勝したのご存知ですか？ ありがとうございます。今日も今静岡の方で、一応10時スタートですんで最終組、3位で行っております。私そこの学校の後輩です。ありがとうございます。あ、そうですか。上等中学です。あ、そうですか。彼女は僕幼稚園の頃からねちょっと知っておりましてね、頑張ってくれてるなと思います。澤井プロはステップアップの方でね、頑張ってくれてますんで皆さん応援してあげてください。じゃあとにかく今日一日、ゆっくりと楽しんでいただければと思っております。本日はありがとうございます。社長よりご挨拶させていただきました。それではここで今日この石山公園でどんなことが行われるのかなと気になっている方もいらっしゃると思います。今日のイベントの見どころをまとめてご紹介します。新人アナウンサーの3人にお願いします。はい、はい、はい、私矢野がご紹介しますのはご家族揃って楽しめる朝日川沿いにありますふれあいマルシェです。今人気のパン屋さんが3店並んでいるほか、県下各地から話題のフルーツやスイーツ、そしてすっきり喉を潤す飲み物まで14店舗が皆様のご来店をお待ちしております。さらに岡山市ヘルスツーリズムのテントでは珍しいイスラム圏のランプファヌース作りが体験できますよ。世界中のイスラム教徒にとって今はまだラマダン、断食月の期間中なんです。太陽の出ている間は食事や水も飲めないイスラムの人たちの気持ちを思ってぜひランプ作りにも挑戦してみてください。はい、続きまして私酒井がこの後このイベント、このステージ上で行われるイベントを紹介させていただきます。まず登場するのは皆さんもうご存知だと思いますが、今や RSK のイベントに欠かせないメンバーとなりましたテアトルアカデミーの子どもたちのメンバーが、元気いっぱいここでダンスを披露してくださいます。そして午後1時からは今日のイベントを丸ごと紹介する特別番組ふれあいマルシェ RSK テレビ祭りという番組がテレビでも放送されます。普段あまり見ることのできないテレビの番組の放送の裏側も今日はしっかりここにいる会場の皆さんはお楽しみください。よろしくお願いいたします。続きまして伊藤が、紹介させていただきます。今日の午後3時頃からは今ステージに並んでいます RSK のアナウンサーパーソナリティの方々が再び、集まりましてカラオケバトルやじゃんけん大会を行います。今日一日この石山公園から目が離せません。なので今日一日楽しんで帰ってください。よろしくお願いします。はい、以上がね、本日のテレビ祭りのざっとしたね、内容ラインナップになっております。はい、何か、ご質問のある方いらっしゃいませんか？ね、もう大丈夫だと思いますので、はいはい、今日一日楽しんでください。この後ですね、実はインターネットのライブ配信というのをですね、あちこちから行ってまして、時間になりますと、中村恵美ね、うちの中村恵美がですね、いろんなところからこの、テレビ祭りの良さを皆様に、皆様がインターネットを通じてね、世界に、お伝えすることにもなっておりますし、そして先ほどもちょっとありましたが、お昼の1時からはテレビの番組もございます。そして3時過ぎからはですね、アナウンサーのカラオケバトルもあるということで、一日、きっと皆さんに楽しんでいただける内容となっておりますので、はい、どうか一日楽しんで帰ってください。はい、それでは今日一日皆様どうぞよろしくお願いします。楽しんでください。はい、ありがとうございました。じゃあひとまずどうぞ。はい、この後もステージではさまざまなイベントを開催いたしますので、準備が整いますまで少々お待ちください。そして朝日川沿いにはマルシェがたくさん並んでいます。美味しい匂いもちょっとしてきてますけれどもね、そういったお店の方もぜひ訪ねていただければと思います。さらに先ほどご紹介しましたサンデースマイルゴルフバックズリーフィッシュパレードブースがありますので、そちらでは、皆さんにちょっとしたゲームも楽しんでいただけることになっておりますのでね、いろんなところを巡って歩いてみてください。
さらに、ステージの後ろそちら側には、映像で見る平成ダイジェスト、ちょっとこう時代を振り返った映像などを皆さんにご覧いただけるようなね、あの岡山映像ライブラリーというのを持っておりましてね、はい、そこからあの一部の映像をですね、あちら皆さんのね、後ろ側の、ブースで見ることもできます。はい、はい、ということでね、あの今日はお昼からですね、市民会館でもお笑いライブがありまして、そのお客さんもこちらいらっしゃるかもしれませんけど、ぜひね、あのワイワイにぎやかにあの楽しんでいきましょう。我々もあのこの辺りうろうろしてますんで、握手だったりね、お声かけていただいたり、まあ、できることはやらせていただきますんで、できないことはできません、できないことはできませんけど、どんなことをしました、はい、ということで本当一日楽しんでください、はい、ありがとうございました。曇ってますけど、皆さん水分補給しっかりなさってくださいね、体調管理してください、楽しんでください。